とりぼっち立ち止まった交差点、右に行くか左に行くか自分で決められない、そんな病気かしら、かしら、かしら、セリオレミン、世界は恐怖で彩られて彩られるのそんなもん、今すぐ誰かが立て直さねば誰も手を出せない、まあ一応そうだ、ね、論理的ですけど一応それ、だけどある日気づいたのです、食べてるよ、自分は世界の偉人レースに参加してたらまだと、そうだ、自分の世界を変えることができた人たちだけが世界まで豊かに見えるものさ、他人の世界を変えたいと願ってるだけじゃ自分の世界は変わらない、成功したかどうかの基準はね、誰か他人が握っているのかな、そんな風に思っていた、だったらだったら毎日すれ違うのは何かを交換しているためでなくて、そうでなくて、ただそれだけなんじゃなくて、なんかわからないか、なあ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 で、だったらだったらだったらなあなあで、だったらだったらだったらなあなあで、それ、握手？トゥ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 、本当は自分の世界が変わるだけで相手が住む世界も変わった見えるものだけど、新しいこと、新しいもの、新しい生き方は他人の中にある、なんだ、やっぱり自分の中にないんだ、世界を変える歌、知らねえ、世界を変える歌、変えとけよ。世界を変える歌、変えてくれよ。世界を変える歌、歌ってるだけだよ。世界を変える歌、早く帰ろう、イライラするな。世界を変える歌、もう帰るぞ、俺。だ、変わった。お前、鬱陶しいやつだ。チレッ。で、帰っていった。確かに。